おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、小倉瀬、あ、違う。本日からこちらの、小倉瀬、エピソード3、やっていきたいと思います。前回はですね、エピソード2、終わったんですけど、すごい気になるところでね、なんとびっくり、1話完結型かと思いきや、エピソードが繋がってるだけあって、小太郎くんと、武蔵くんとまどかちゃんの恋の行く末は、わからずというところで終わってしまいましたので、このエピソード3を始めて、まあ、どういう風に進展していくのかを、こうね、見ていきたい、プロトコルでしたよ。見ていきたいなと思いますよ。それでは、始めましょう。前回の小倉瀬。ヘラヘラした依頼人、特化生の日野小太郎くんから依頼を受けた小倉瀬。相手は同じ特化生、人気者の阿佐ヶ谷まどかさん。この、カンタくんね、このね、写真、小太郎くんが持っていた写真をね、こう、じっと凝視してるわけですけど、よーく見るとこのエメラルドグリーンの下着がね、見えるよ、みたいなことをやってる変態くんでしたね。動き出した小倉瀬はまどかさんの幼馴染、普通科、立川武蔵くんの存在を知る。おい、まどか。お前も文化財の残滓に誘うことを考えといてやるよ。噛んじゃった。おい、まどか。お前も文化財のダンスに誘うことを考えといてやるよ。え？何か言った？なんでもねえよ。日野くんとまどかさんの距離を縮めることを画策した小倉瀬リーダー、秋葉源治くん。日野くんとまどかさんが文化祭実行委員になるように仕向けたのよね。日野くん、一緒に頑張ろうね。はい。文化祭準備に励む二人の距離は縮まった。かに見えたんだけど、ちょっと待って。赤い糸をもつれさせる小倉瀬、奴らの思い通りにはさせないわ。はい、お姉様。秋葉くんだらすっかり忘れてたのね。小倉瀬を敵視するグループ、新レッドライナーズ、かっこ TRL の存在を。このね、TRL の意味、まあ、もしかしたら前回とか前々回言ったかもしんないけど、トゥルーレッドライナーズで TRL なんだね。この新っていうのがトゥルーっていうことで、こう、言葉を変えてたんだなっていうのをね、知ってちょっと凝ってんなと思いました。彼女たちの策略によって、日野くんとまどかさんは離れ離れで動く羽目に。焦りを覚える秋葉くん。さあ、困った。そんな時、まどかさん、今日孤立するわよ。そりゃあチャンスだ。頼れる情報や代々木たまちゃんから思いがけない情報がもたらされたのだ。特化の人みんな帰っちゃって。そうか、急いで正門に行くぜ。さあ、あの箱の中にまどかさんがいるよ。うん、行くの？やっぱり。秋葉くんの策略もピタリとはまり、さあ日野くん、告白のチャンスよ。と思ったのもつかの間。死ぬかと思った。まどかさんじゃない。一杯食わされた。たま、いや、TRL に。私は報酬の多い方が優先なの。その頃まどかさんは何やら覚悟を決めた立川くんと二人っきりになっていたのよ。まんまと罠にはまりましたね、小倉瀬。さあ、告白しなさい、立川武蔵。リーダー、どうするの？ありゃりゃ、小倉瀬大ピンチね。どうなるのかしら。始まりましたね、オープニング。さあ、今回はオープニングの文章を読めるかな。一発撮りでいきましょう。小倉瀬、秋葉源治、この立ち絵かっこいいよな。上向いてる感じ。リポリン、リポリン。もうゲンゲンとリポリンと、さあカンちゃんが来るよ。ゲンゲン、リポリン、カンカン、メグメグ。そんな呼び方今までしたことないけど。でもいいな、メグメグ。
でもめぐめぐってちょっと噛みそうだな。めぐぽよって呼ぼうかな。小倉瀬、それは花里高校普通科2年秋葉源氏をリーダーとし、人知れず高校生活の裏道を歩かねばならぬ宿命を自らに定めた者たちである。自らに求めた者たちである。うぞうむぞうの依頼人をある時は助け励まし、またある時は影のように心、支え、読めなかった。策を練り、手を変え、品を変え、依頼人のため、整然とする告白舞台を用意する小倉瀬に、失敗の二文字はない。グラフィックデザイン、泥水。ゲームデザイン&シナリオ、ガランテ。エピソード3。はい、今回も読むことに失敗いたしました。くっそ悔しいな。まずいことになったな。武蔵くん、このままじゃまどかさんをダンスに誘っちゃうぞ。これは本当に困った。左上の現在位置表示が真っ赤になったら、失敗の許されないミッションが近い印だ。失敗したらやり直しになってしまうぞ。セーブをして慎重に行動しよう。オッケー。セーブしましょう。で、何もできないから、人変えするしかないよねっていう。さあ、武蔵くん。どうします告白、頑張る？っていうか、ダンスにちゃんと誘える？いける？頑張れよ。あのさ、窓かよ。何よ、武蔵。怖い顔しちゃって。なんか怒ってんの？怒ってねえよ。そうじゃねえって。あんたちゃんと勉強してるの？早く帰ってるんだから、その分時間あるでしょ？そんなくだらねえ話はどうでもいいんだよ。もっと大事な話が。くだらないって。武蔵は相変わらずね。偉そうな口聞きやがって。いや、待て。さっきから何なのよ。おかしいわよ、武蔵。落ち着かねえと。こういうのはな。おい、窓か。今日は帰るの早いな。文化祭の準備はいいのか？ええ、模試の準備するために早く帰って勉強よ。そうか。よかったな、そりゃ。そりゃいいや。たまには仕事も休んで。何がよかったよ。私は勉強しなきゃいけないの。暇そうな誰かさんと違って。どうせ暇なら文化祭準備も手伝ってくれりゃいいのに。前に頼んだよね。どうだっけな。それより。何よ。ゆぜ、まどかに言おう。ダンスによ。行かねえか？一緒に。え、ダンスって、文化祭の？なあ、おめえと一緒に踊りたくてよ。帰ろっか、一緒に。おい、返事。バカ。よし。終わった。ああ！あ、これ、あ、このまま言わせちゃダメなんだ。あれ？ん？あ、でもセーブできない。あ、でも、あれ？ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？ちょっと待ってね。まあ、これそのままにしてちゃダメなんだね。で、立川武蔵にして、窓かようと。どこでなら、ここ、あ、ここはまだ無理でしょ？で、文化祭の準備はいいのか？前に頼んだよね。それより何を。ゆぜまどかによ。ここか！で、ここでリポリンに変えるんだ。セリフを言う前に、リポリンに変える。で、そろそろ終わったかな？いっつもよくわかんないうちに終わってるのよね、リーダーの計画。気になるな。ちょっと見に行こっと。告白の場所どこだろう。とりあえず箱が関係してそうよね。ゴミ捨て場？まさか、乱暴な人とか変な人たちとか邪魔がいっぱい。あ、乱暴な人は帰るって言ってたっけ。そういや、じゃあゴミ捨て場に行こうっと。
ゴミ捨て場に成功してるといいな。ありゃ、日野さんだ。告白成功して大喜びには見えないな。あれ？まだなの？僕、どうすりゃいいの？様子がおかしいけど、ちょっと隠れて。なあ、貴様！我々が苦労して運んだ箱をよくも。貴様は実行委員執行部の下っ端ではないか。我々の味方のふりをしたのは罠であったのか。くぬぬ。え、は？いや、待て、こやつではない。敵は別にいる。ああ、よつや、どうしたそのボロボロの格好は。箱の中で潜んでいたら襲われたのだ。がたいのいい男に。なんだと？どこのどいつだ？あっちゃー、なんかおかしなことに。どこだ？どこにいるのだ？日野さん困ってる。どうしよう。がたいのいい人がどこに行ったかって。俺は、帰るって言ってたっけ？そういや、ですね。彼は帰ったよー。ぬ、ね、あ、下校中だと確かなんだな。え、何が。急ぐぞ、市ヶ谷。敵の正体を暴かねばならん。もう俺のことはもう気にするな。それより計画を。何を言うか、四ツ谷。どうしようやられて黙ってるわけにはいかぬわ。よし、おい。何だったの？何だろう、これ。失敗じゃないの？失敗？失敗？それとも冗談？練習？よくわからない。失敗っぽいけど。からかわれた？なんだよ。ちょっと真剣だったんだぞ。もう。阿佐ヶ谷さんが僕のために来てくれるわけないもんな。よく考えたら。帰ろう。今日は仕事ないし、みんな早く帰ってるし。失敗？失敗したの？あれ？また私ヘマしちゃったかな？どこで？ちゃんと箱を空にしてもらって、乱暴な人に、リーダーの言う通りできなかったかも。困りましたね。で、セーブしますね。で、ここで、武蔵くんに変えるわけにはいかないんだよ。多分変えたらまたゲームオーバーになっちゃうから。で、源氏くんに変えましょう。源。リーダー、どうにかしなければ。いや、うわぁ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 、なんだ？ああ、やつだ！やつが俺を襲ったのだ！やつもまた我々の敵、打倒せねばならぬ。いけー！何？あなたたち。なんだなんだお前ら、邪魔すんな。彼ら、箱のことに気づいちゃったか。で、立川武蔵に帰るんだ。あー、じゃあこれでまあ邪魔はされたかな。この雰囲気はぶち壊しだよね。で、ちょっと武蔵くんに帰る前にちょっと飲み物飲みます。ガラガラ声のキャラが出るとね、ちょっと喉を酷使してしまうのでね。でもね、武蔵くんのセリフ喋るのはね、別に大した負担にならないんだけど、この永田くんがね、なんか、喋りづらい。ブーブー。はい、ということで、じゃあ、武蔵くんに変えましょう。なんだ、この変な奴らは。嫉妬激励隊の猛進。三人が襲ってくる。そばに来たら決定キーでぶっ飛ばせ。まどかには近寄らせるな。実行委員だと気づかれてしまう。さあ、今セーブをして、20秒まどかを守り抜け。なるほど。オッケー、セーブします。まどかちゃんを守り抜くと。はい。こういう風に吹っ飛ばすのね。ちょっと待って。はいはい。ちょっと待って。難しい。吹っ飛ばすのむずい。近づいてくんじゃね？あ、やった。ぐぬぬ、てこい。僕の出だ、四ツ谷、永田、嫉妬激励隊夢アタックをかけるぞ。おうよ。これで貴様も終わりだ。え？あなたたち。え？あ、
ああごめんなさい。やばくそ、ごめんなさい。ぼーっとしてたわ。そんなんあったのな。夢アタックがあるのね。オッケー、ごめんなさい。ちょっと、ちゃんと阻止します。はい。ほら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 。ほら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 アタック、ほらほらアタック。武蔵パンチ。武蔵キック。ああ、武蔵キック。武蔵頭突き。武蔵ケツアタック。え？ぬぬぬ手強い奥の手だ、四つや長田嫉妬激励隊夢アタックをかけるぞ、おうよ。これで貴様も終わりだ。おらおらおら、ああくそー、そうか、最後あそこの直線上にいた方がいいんだな。オッケーオッケー。任せて。ちょっと待って。ちょっと待って。こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。で、はい、こう、こう、こう。はい。で、こう、こう。ここ、よし、ここで、手強い。これで、オッケー、オッケー、オッケー、よっしゃ。おらおらおらと、ケツアタックで、武蔵くんのお尻は硬いからね。痛いよ。覚えてろー。覚えるわけねえだろ、バーガ。武蔵、なんで暴力振るうのよ。あ？まどか、あいつらの態度見てなかったのか。でも、あんたは乱暴なのよ。だと？襲ってきたあいつらにも同じこと言いやがれ。だいたい、あんたが引き止めたりするからこんなことに。ああ、喧嘩しちゃダメだよ。じゃあ、さっさと帰れよ。帰るわよ。私だって忙しいんだから。特化の大変さ、あんたにはわかんないわよね。クソ特化が、偉そうにすんじゃねえよ。じゃあね。何が覚悟だ。誰が窓かなんか誘うかよ。何が覚悟だ。何がダンスだ。ふざけんな。ああ。まあでも、結果的に嫉妬激励隊の手助けをしたリポリンが、なんだろう、MVP かな。まあでも、立川武蔵を待ち伏せさせたのもリポリンだけどね。で、じゃあ小太郎くんに変えますか。なんだったんだよ。もう帰るよ。オッケー、帰ります。ちょっと飲み物飲みながら操作しますね。はい。あ、阿佐ヶ谷さんだ。誰かと喧嘩してるけど。相手は、あ、いつも特化生に凄んでる暴れん坊の。阿佐ヶ谷さんをいじめてる。あいつも嫉妬激励隊。どうしよう。助けるべきなのか。まさかこれが小倉瀬の計画。あ、阿佐ヶ谷さん帰っちゃったぞ。今更もう遅いか。もう彼に挑む理由がない。というか無理だよ。まだ立ってる。彼が帰るまで教室で待ってよ。うん。帰っちゃったわ。帰りたいけど怖いな。まあ一命は取り留めたみたいな感じだけども、源氏くんどうするんですか？ひとまずよかった。冷や汗かいたよ。喧嘩別れしたわね、あの二人。ああ、素直になれない人たちで本当によかった。危なかったな。リーダー、手が冷たいわ。大丈夫？ああ、なに？手を握っているのかい？もうリーダーとメグちゃんのこのなんか、好きです。ああ、大丈夫。うん。だけど、これからが大変ね、リーダー。そうなんだよな。で、メグ、楽しんでるだろう。まさか。今日は運が良かった。こんなの計画になかったよ。ああ、ユラちゃんだ。ユラちゃんも計画通りではないよね、きっとね。何してるのよ、立川武蔵。まどかさん追いかけなさい。早く。お姉様、今回はもう無理です。この場は引きましょう。追いかければまだ間に合うわ。私が葉っぱをかけに行く。いえ、お姉様。私たちは、そのようなことは。そうだったわね。私たち TRL は、誰の仲をも取り持たない。見守るのが使命。そうね、見守るのが使命ね。はい、お姉様。それに、喧嘩別れしてしまったあの二人には、
頭を冷やす時間が必要ですわ。そうね、お姉様。せっかくのチャンス、小倉瀬に一泡吹かせるチャンスを。心中お察ししますわ。さあ戻りましょう。お茶をお入れします。いいわ、ここまで来れば立川武蔵が阿佐ヶ谷まどかに告白するのは必定。小倉瀬、あんたたちの邪悪な企みはもう崩壊寸前よ。その通りですわ、お姉様。ちょっと待って、あのね、もうなんか息切れしちゃってセリフを読むのに息切れしちゃって、ちょっと、いやー、ちょっと一旦休憩します。はい、ちょっと2分休憩を取りました。行きましょう。首の皮1枚ですわね、小倉瀬。さて、秋葉さんにご挨拶。なるほど、じゃあ源次君に変えましょう。リーダー、どうするの？今日はもうどうにもならない。明日また考えるよ。そう。まったく面倒なことになったな。今日で終わるはずだったのに。しょうがない、一旦戻ろう。立て直した。え、これ帰れるの？それともご挨拶するの？ご挨拶するの？秋葉源次、先輩ですね。君、さっきの様子を見てたな。見たところ特化生。はい、一年の新橋ゆらです。はじめまして。で、何か？いえ、ご挨拶をと。挨拶、ご丁寧にどうも。私だけではありません、お姉様。目白めぐみからも。お姉様からの伝言です。阿佐ヶ谷さんと立川くんの赤い糸は私たちが必ず守る。意味わかんないな。じゃあ。怖いのですね、私たちが。あなたたちにとって脅威ですものね。めぐみは怖くないさ。君は未知数だけど。あれ？めじろめぐみちゃんのことめぐみ呼びするんだ。へえ。その油断のせいでこの失態ですか。赤い糸を手当たり次第ねじ切り、結び替え、絡ませる運命に抗う闇組織、小倉瀬。そんな小倉瀬を率いるのがあなた、秋葉源次さん。私は全てを知っています。お姉様も私もあなたの能力は認めています。ですが、小倉瀬の所業は許容しません。へえ。秋葉源次さん、私たち TRL はあなた方のなそうとすることを全力で阻止します。お時間取らせてしまい申し訳ありませんでした、秋葉先輩。では。うん、新橋ゆらか。やたら面倒な人間が現れるな。新橋ゆら、覚えておくよ。さあ、急騰3階奥のアジトへ。オッケー。さてと、ちょっとタマちゃんにちょっと文句言いたいんですけど。タマちゃんに、やってくれたねーって。あ、でも文句言う筋合いないか。あれだよな、ゲンジ君が悪いわ。ゲンゲンが報酬を渡さなかったのが悪い。私もそう思うよ。さあ、メグちゃんしかいないけど。リーダー、あなた、油断しすぎなのよ。辛辣だね、メグ。そうかしら。リーダーも思い知ったでしょ。まあね。しかし厄介だな、新レッドライオンズ。ちょっとちょっと、リーダー、失敗したって本当なの？え、いや、完全に失敗というわけでは。確かに成功はしなかったけど。で、リポリンに変えて、あれか、失敗のことの葉を使うのか。ちょっと今マイクガサガサってなったかもしれません。ごめんなさい。計画うまくいかなかったんでしょ？文句言いに来たね。なんだろ、これ失敗じゃないのだね。はい、言い合って。だって、日野さん失敗失敗ってつぶやきながら帰っちゃいましたよ。まあ、今回の計画はうまくいかなかったけど。どうすんのさ。どうしよう。ありゃ、リーダー。あたしら失敗しないのが自慢だってのに。
一杯ぐらいいいんじゃないのかな。そんな弱気でどうするんですか。いやちょっとさ。ありゃどうしたのかに。今回の依頼は思ったより難しくなりそうだね。いやまあ最初から難しいでしょうよ。リーダー、思ったより難しいって何か気になることでも？リーダー、いつになく弱気だな。で、人変えるじゃ、ゲンゲン。今回邪魔者が多いんだよな。そう、今回ね、めぐみちゃんはもちろんのこと、まあ、ゆらちゃんでしょ？で、たまちゃんも今回はあっちの味方なわけなので、まあ、味方っていうか、情報をちゃんとこっちがね、渡せば、っていうことは聞いてくれると思うんだけどね。で、どっちだろうどっちだろう、これ？こっち？あ、違うわ。秋葉源氏さん、私たち TRL はあなた方のなそうとすることを全力で阻止します。なんかさ、たまに小倉瀬に食ってかかる特化の女子グループに。CCB。TRL よ、秘密社交クラブを標榜する。正式名称新レッドライナーズ。そうそう、そんな名前。設立者は特別課2年、目白めぐみ。その TRL にさ、ちょっと厄介な子が入ったらしいんだ。厄介ってどんな子ですか？新橋ゆらって言ったな。特別課1年らしいけど、なんかこの点々が意味深だよね。めぐちゃんとゆらちゃん、なんかしら関係ありそうな気がするんだよな。なんか共通点が多い気がする。その子の何が厄介なんですか？彼女、なかなか賢いよ。今までみたいに無視できないかもしれない。そうなんです？向こうが挨拶に来て、宣戦布告されたよ。うちの依頼達成を阻止するって。その子、リーダーを止められるかしらね。さあね。相手の動きもまだ不透明だからね。なんかメグ嬉しそうだね。まったく冗談じゃないよ。浸透2回、放送室のたまに文句を言うぞ。さっき私が言ってたね、文句言いに行こうぜって。いやでもね、今回のね、ゲンゲンはね、文句を言う立場にないからね。まあちゃんとジュースをおごらなかったゲンゲンが悪いよね。あら、秋葉くん、たまちゃん。たま、やってくれたな。私何足した？ターゲットが孤立って情報。あれ偽情報じゃないか。あれ？孤立しなかった？したよ。でもさ、僕らとは全く見当違い、僕らとは全く見当違いの場所に。まあそうなるかなって思ったけど。あの時言ってた猿情報筋ってまさか。知りたい？うん、教えてくれよ。猿情報筋とは、秋葉源氏くんだっけ？二藤千鶴先生かしら。いえいえ、新橋ゆらさん？違った、阿佐ヶ谷まどかさんだっけ？じらさないで教えてくれよ。玉の言ってた猿情報筋とは。いや、これ完全にね、ゆらちゃんだと思いますよ。私はね。じゃあ玉ちゃんに変えましょう。今回の私の情報源、それは、はい、新橋ゆらさん、言い当て。じゃあ教えてあげる。そう、秋葉くんの予想通りよ。出どころは新レッドライナーズか。そう、小倉瀬に教えてあげてって頼まれたから教えてあげたの。僕らは TRL の掲示に、僕らは TRL の計略にまんまとハマったわけだ。もちろん報酬付きでね。彼女の方が秋葉くんより気前いいもの。目白めぐみ、ちょっと甘く見てたよ。めぐみさんもこのことは知らなかったみたいだけどね。え、どういうこと？めぐみさんの部下がね、とーっても優秀なのよ。秋葉くんに負けないくらい。めぐもそんなこと言ってたな。新橋ゆらか。手ごわいわよ。気を引き締めて挑んだ方がいいわ。間違った。手ごわいわよ。気を引き締めて臨んだ方がいいわ。でもさ、タマ、TRL が僕らの邪魔してるって知ってるだろ。ええ、それが？
なんであっちに協力するんだよ。困るよ。あら、秋葉くん、何か勘違いしてない？なんだよ。報酬のためなら誰にもつく。それが情報屋代々木たまちゃん。そうだったな。部活だったよ。去る情報筋を確認すべきだった。秋葉くんも随分鈍ったわね。前はもっとずる賢かったわよ。人を悪人呼ばわりして、まったく。まあまあ、これで目が覚めたでしょ。頑張ってね。たまも、信頼性のある情報頼むよ。さーて、報酬次第かしら。食えないね、まったく。頑張ってね、小倉瀬も TRL も。そうだよね。まあ、たまちゃんはちゃんと情報を、情報っていうか、報酬をね、くれれば、社長さん、仕事はしてくれるっていう子だから、やっぱ今回ないがしろにした源次くんが悪いと思うわ。タマさん、TRL の人たちと通じてたんですか？まあね、通じるっていうか、今回は向こうに協力したってことだね。そんな、タマさんだって小倉瀬の計画知ってるでしょ？私はその計画に関わってないってのが彼女の身分。裏切りなんだな。タマの顧客は小倉瀬だけじゃないのさ。すっかり油断してたよ。それにしたってひどいですよ、タマさん。損害賠償請求しましょうよ。まあまあ、タマは別に間違っちゃいないよ。とんだコウモリね。そんなあっちこっちに目移りしてたらいつか恨みを買うんじゃないかに。もっとも小倉瀬には言われたくないでしょうけれど。なんか納得いかないな。で、今回は運よく事なきを得たわけだけども、どうすんのさ、これから。まだわかんない。あれ、リーダーが弱気なんて。けど魂が当てになんないってのも小倉瀬にとって致命的だからに。なんですか、カンタ先輩。あの人、小倉瀬のメンバーじゃないんですよ。とりあえず、立川武蔵がまどかさんと喧嘩してくれてよかった。しょっちゅう喧嘩してるっぽいけどね。まどか城と立川氏、仲直りも早いんじゃないかね。この猶予でなんとかなるかな。こりゃ、どんどん問題がこじれてますね。計画が白紙に戻っちゃったぞ。いや、さらにこじれてるか。で、あ、ゆらちゃんに変えるんだ。なるほど。はい。さあ、お姉様のもとへ。この入り口から行けますわ。さて。ゆらです、お姉様。こっちへ来なさい。はい。どういうことなの？私に黙って情報屋を使うなんて。あくまでも保険として。彼女に接触していたものですから。保険だから私に言う必要はないと。代々木タマ、有能ですが信用しきってはいけないと思ったのです、お姉様。そう、まあいいわ。そのことは不問に付しましょう。申し訳ありません、お姉様。それにしても見た？あの小倉瀬の連中の焦りよ。見ました、お姉様。小倉瀬、私たちの罠にまんまと引っかかったわね。はい、かかりました、お姉様。情報屋を使ったのはちょっと気に入らないけど、まあいいわ。これであの秋葉源氏も私たちを恐れて容易に手を出せないわ。そうなればいいのですけれど。小倉瀬、もうあんたたちの好き勝手にはさせないわ。そうですね、お姉様。運命の赤い糸、それは何人たりとも触れてはならぬ神聖なる絆。はい。邪道の秘密結社小倉瀬なんかにその秩序を乱させはしない。はい、お姉様。さあ、気を抜かず邪悪な糸を断ち切りましょう。で、まだユーラちゃんか。一回セーブするね。で、どうすんの？喋らない。どこ行くのかな。念には念を入れるキャラなんだね、ゆらちゃんは。情報や代々木タマ、彼女の有能さはよくわかりました。彼女を取り込めるかどうか
それが今後重要になってくるでしょう。回収しておきましょうか。普通科の放送室へ行くのはたやすいけれど、今は秋葉源氏も私の存在を知っている。狡猾な彼のことです。どこで監視の目が光っているかわかりません。普通科の校舎内では慎重に行動、誰にも見つからないようにしなければ。ユラの隠密行動、特別科のユラは普通科では目立ってしまう。普通科校舎の中では誰にも見つからないように行動、この慎重さこそがユラのユラたるゆえんなのだ。なるほど。代々木タマを引き入れるのですわ。誰にも見つからず、こっそりと放送室へ。オッケー。多分途中で赤くなると思うから、その赤くなったらセーブしましょうか。はいはい、ちょっと待って。放送室だからまあ新校舎の方から入っていいでしょう。でセーブする必要あるね、これはね。セーブ。赤くなってなくても、まあ、これはちょっと見つからないように動く必要がありそう。で、お、OK。どうすんの？お、ああいけない。見つかってしまった。念のため今はおとなしく退出しましょう。もっと注意深く。あ、なるほど。何回でもできるってことね。オッケーオッケー。はい。で、ここは行き過ぎると良くないんだ。で、さて、ここだ。オッケー。ああくそー、惜しいな、今の。逆側を向いた時に行くと。はい、オッケー、今。で、はい、ここ。ここ。え？なんで見つかるの？あ、これだと見つかるんだ。なるほど。難しい、意外と。ここ、今だ。オッケー。代々木タマさん？あらら、特化のユラちゃん。こっちに来るのは大変なんじゃない？いえ、そうでもありませんわ。お礼をお伝えしたくて。お礼？依頼のこと？はい、依頼通り動いてくださってありがとうございました。いえいえ、お礼なんて。報酬ももらったんだし。で、どうなったの？秋葉さんを出し抜くことはできました。ただ決着はまだついていません。小倉瀬に勝つのは大変よ。これぐらいじゃ秋葉くんはびくともしないと思うけど。そうでもありませんわ。あともう一歩だったのです。そうなの？阿佐ヶ谷まどかさんの幼馴染、立川武蔵さん、彼はもう告白の決心を固めています。つまり日野くんよりも先に立川くんにまどかさんをゲットしてもらおうってことね。ええ、それも時間の問題ですが、さらなる確信を得たいのです。そこで立川武蔵、阿佐ヶ谷まどか、両者の情報を集めていただきたいのです。私が？ええ、私が見る限り今回の件は代々木さんが重要な鍵を握っています。あら、いつの間にか私がそんな重要な立場に。面白いわね。ジュースも持ってきました。情報収集よろしくお願いいたします。ま、報酬分をやるわ。そうですか。では今のところはこれでいいかしら。なるほどね。じゃあ一旦セーブして、今回はこれで終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。まあそうね、やっぱり武蔵くんの告白はうまいこといかなかったけど、あの最初のさ、あの失敗した時、ダンス行かねえか一緒に、バカってなったのはさ、完全に両思いのそれだったよね。ここでさ、もしチャンスを得てさ、小太郎くんが告白をしたとしても、成功するとは限らないというか、成功する可能性はすごく低いなと思うんだよな。告白を達成させることが目的であって、成功させることが目的ではないんだけれども、できる限り成功させるっていうのが目的なんじゃないのかなと思うんだけど、どうするんでしょうね。じゃあ、次回に続きます。おつぴよでーす。